けど、あの時はまだ全然面白いおじさんと思ってた。おじさん。おじさんじゃない、訂正します。面白いお兄さんだと。よくよく考えたら食事の趣味も合うし、優しいし、一緒にいて楽だなみたいな。面白いだけじゃなくてすごくパワフルで、馬力があるっていう。馬力があるってよく言ってたね。馬力がある人が奥さんになったら家庭は元気で明るいんじゃないかなって。夫婦の道を固く守り、苦楽を共にして、これからの長い道のりを共に歩み続けることをお誓い。ひたすらやっぱり一緒にいると楽ちんかな。あとちょっと私はファザコンなので